かり、まあ、忘れて、母親と日々を過ごしているんですけども、全国にね今認知症すごく増えてて、あの老老介護、私はね老老介護とかよく言われるんです、こう一緒にいると旦那じゃないよ、私は息子だよで、なんとかね認知症とうまく付き合えるような、あのまあ、生き方というか、ね、そんな思いを込めて作ってみました。やっぱりいや大変なことたくさんあると思うんですね、認知症だとね、大きな声出したりとかね、帰ってこなかったりとかね、いろいろなことたくさんあると思うんですけど、でもそんな辛いこととか大変なことの中にも、あのやっぱり日だまりのような思い出は必ず残っているなというふうに今は思うんですね。今はもう大きな声も出せなく、徘徊もできなくなってしまったおばあちゃんを見ると、その頃は大きな声も出せたんだなっていうふうに思えるようになって、ここから、まあ、そんな気持ちを込めてこの歌を歌いたいと思います。では聴いてください、赤とんぼ。Cheers.